本日は太閤節第一手術アドベントの始まりです。アドベントというのは本来、到来、何かがやってくることを示す言葉です。来たる12月25日に主はこの世に降りられました。その来訪を思うとともに主の復活を願うものです。ルカによる福音書第21章25節。やがて太陽と月と星に予兆が現れ、人々は自らの住むところが襲われようとしていることに気づき、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天地が揺り動かされるからである。その時、人の子が大いなる力を帯びて輝かしき雲に乗って現れるのも人。これらのことが起こりし際は、身を起こし頭をもたげなさい。あなた方の救済が近づいているのだから。以上。さて、この町にもいずれ変革の時が訪れるのかもしれません。しかしその変革は決して悪いものとは限りません。私たちにできるのはその救済を待つことのみですから。もうすぐで文化祭です。皆さん、このアドベントを心残りのない様子。今日からアドベントか。なんかワクワクするよね。イベント盛りだくさんだし、街の雰囲気もクリスマスモードになりますからね。私ももう大人だけど、ユネの気持ちはわかるな。いや、肌寒いけど心はポカポカってやつだな。リエ先輩、アドベント礼拝くらい出ないと。そうそう、もうリリー先生だって何も言わなかったけど。だって今日は安息日だもんよ。神様だって日曜日は休むもんだ。忘れてるわけねえだろ。油断させるために自然体を装ってんだよ。クリスマス一色。
なんだか年々豪華になっている気がするね。はあ、しかしもう12月か。早いとこ主演見つけねえと。